午前0時です。火災発生からおよそ30時間が経ち、ようやく上り線の通行止めが解除されました。一方、反対側の下り線、こちらは依然として復旧のめどが立っていません。首都高速3号渋谷線は、高架下の工事現場で起きた火事の影響で、一昨日の午後から上下線ともに一部区間で通行止めになりました。首都高速によりますと、 上りは車が通っても耐久性に問題がないことが確認されたため午前0時に通行止めが解除されました下りは谷町ジャンクションと大橋ジャンクションの間で通行止めが続いていて復旧のめどは立っていません未明におよそ20トンの車両を走らせる安全確認が行われ午後には専門家が視察する予定です